はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ヒロシの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、ちょっとね、ヒロシのね、リスナーさんに教えてもらったんですけど、これですね、えー、衝撃。え、男がスマホを持っていただけで通報されるってね。えー、で、問題し。えー、このような不審者を見かければすぐに110番通報しましょうって言ってね。あの、なんか行政の方もね、なんかそんな感じで、もうちょっと怪しい男、スマホをいじくってる怪しい男がいたから、えー、こういう人がいたらね、通報しましょうみたいな感じで、ちょっと推奨しちゃってるっていうのがちょっとおかしいんじゃないかっていうね、えー、ニュースでございます。で、あのー、で、これヒロシこれ見て、 まあ。 おかしいっちゃおかしいなと思ったんですよ。まあ、スマホら、いじくってるだけで通報するっていうのは、まあ、あの、ちょっとおかしいし、今って普通にスマホでポチポチあの大勢いるじゃないですか。うん。なので、ちょっとおかしいんじゃないかなと思ったんですけど、これを見てですね、ヒロシが思ったね、事件がね、ちょっと思い出したんですよ。11月の初旬にありましたよね。ちょっと、あの、知ってる人も多いと思うんですけど、あの、迷子で泣く女児え、助けるのはリスクかどうか。ね、虐待問題との共通点、面倒ごと避ける大人が増えたっていうことで、あの、子供が泣いてても助ける大人がいなくて、結局、子供が子供を助けたんですよ。うん うん、なんか大人が全然声をかけなかったからね。でもその声をかけない。大人のこともわかるって。世間は言うんですよね。変に声かけてね。なんかトラブルになったら大変だ。ちゅうことで。 なんかね、せち辛い世の中っていうか、なんかちょっとおかしい世の中になりつつあるんで、ちょっとね、これね、問題提起のためにね、ちょっとやってみようと思いました。よろしくお願いします。ということで、えー、っとね、これね、ニュースの全部読んでですね、あの、ちょっと広島のね、あの、考えを述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでいきますね。はい。えー、携帯電話2台を所持し、携帯電話に何かを打ち込んでる不審な男の目撃情報。ねえー、携帯電話に何かを打ち込んでる不審な男の目撃情報って、広島って普通に道端でポチポチやるからね、うん、でも携帯電話だからもしかしたらスマホじゃなかったから怪しいって思われたのかな、 それは分かんないねスマホだって携帯だよね。うん。ということで、ほら、お前もうめっちゃ落ち込んでんじゃん、これ。かわいそう。もう、うわあズーンっつってね。もうなんか、広ロがよくさ、サムネで使うさ、もうなんか、秘宝のあれだよね。ほら、もうこのイラスト屋さんのさ、もうこのイラストそっくりじゃん、もうこれ。もうこれじゃもう完全に血じゃんとかわいそうでめちゃくちゃ落ち込んでんじゃないですか。ね。うん。 で常識的に考えてあまりにもひどすぎる情報が物議を醸している。うん。男が携帯電話を2台持ち、携帯電話のそう、えー、操作これ操作漢字間違ってるよね。携帯電話の操作をしていただけで通報されたね。不審者扱いされていたことが判明したのであると、えー、いうことですね。まあ広だってスマホポチポチやっててね、それでなんかなんか通報されても嫌だけどよっぽど怪しかったんだろうね。うん。でさすがにひどすぎるのではっていうニュースです。はい。でスマホを持っていただけで通報、えー、ガラケーだから通報なのか。えさすがにひどすぎるのではなど。 声が、えー、などの声がインターネット上で出ていると。えー、これはインターネットサイト安全なみに掲載されたリアルタイムの不審者情報共有サービス、えー、によって判明したもので、えー、そこには以下のような不審者情報が書かれ、えー、注意喚起されている。どんな、どんな情報ですかね,、うんねえー。不審者情報って書いてありますね。えー、本日午後4時20分頃はい、えー、豊野町新興風台ってもんですかね。豊野町新興風台2丁目において、携帯電話2台を所持し、 え、携帯電話に何か落ち込んでいる不審な男の目撃情報がありました。はあ、はあははあ、え、男は年齢60代後半。あ、結構おじいちゃんですね。おじいちゃん初老というかね。ちょっとおじいちゃんに近い人ですかね。え、身長170センチぐらい。え、紺色の作業着上下着用。えー、紺色の作業着上下着用。え、ウエストポートを所持。何ウエストポートってウエストポーチのことかなあの、なんか腰に巻く、あれかなうん。腰に巻くなんかバッグみたいなやつですね。え、このような不審者を見かければすぐに110番通報しましょうと。えー、いうことで、 えみたいな感じなんだよねうん。 で、まあ、これが例のですね、進行風台ですか ?2 丁目の、あの、実際にあった、この、サイトの、なんか、あの、なんか、サイトの多分、ページだと思うんですけど、確かに書いてありますね。本日午後二時、4時20分頃ってね、ですぐに110番しましょう、ってね、書いてありますね。で、報告日は、11月20日の夜の7時46分、報告があった自治体は、大阪府の、えー、っと、これなんだ、ちょっとね、名前が忘れてしまった、豊野町ですか。すいませんでした。はい、あんまりちょっと、行かないもので、はい、豊野町ですね。はい、と。 ということで、不審者の特徴って書いてありますね。身長170センチ台で、60代で青い作業着を着てると。まあ、よくいるっちゃいると思うんですけどね。仕事中とか仕事帰りとか。うん、どうなんでしょうかえ。それだけで不審者として通報されてしまう時代ということで。 めちゃくちゃ怪しかったんですかねなんか、例えばブツブツ言いながら、ヒヒヒ,ヒ、ヒヒヒヒヒとかでよだれ垂らしながら、あのー、なんか、携帯2台を左右で右手左手に携帯持って、パパ,パパパパパパってすごいなんかマシンガンのように打ちまくってたとか、まあそういう特徴があるんだったら何とかくわかるんですよ。うん。 でも普通に言ってたんだったらちょっとかわいそうだよね。うん。え、現代社会において携帯電話を2台持ってる人は少なくないと。うん、まあそうですね。え、そして携帯電話に対して文字を打ち込んだり操作をするなどの行為は基本である。うん、まあそうですね。普通に駅前でも電車の中でもいっぱいいますからね。え、ただそれだけで不審者として通報されてしまう時代が来てしまったのだろうか。もう結構来てると思いますあの、本当に、普通に、普通にしても通報される時代なんで、うん、それはね、もう確かにもう仕方ないっては言えないけど、 あの、気をつけなきゃいけない時代ではあると思いますよ、しは。はい。で、これが女だったら通報されなかったのではないか。うん、なるほど。この件に関してインターネット上では男だから通報されたのではないか。これが女だったら通報されなかったのではないか、的な声も出ている。まあ、これはちょっと何とも言えないけど、どうなんだろうな。この男の何が悪かったのか。何が通報される原因となったのか。その点は不明だ。あなたはこの不審者情報をどうお考えだろうか、ということなんですけど。 ぶっちゃけ、超怪しかったんじゃないかと、広瀬は思うんですよ。あのー、これね、どういうことかというと、あのー、広ロの友人に警察官がいて、あのー、ま、あもう、あのーまあち、まあ、ちょっと見割れになっちゃうからあれなんですけど、もう15年前ぐらい、あのー、お互いね、あのー、就職中か仕事をして、あの、いろいろ取り、あの、なんていうのかな、あの、ほら、声かけ、職質とかやるじゃないですか。あれ、どういう基準なのって聞いたことあるんですよ、広瀬の友達に。あれ、なんで、どんな人に声かけんの職質すんのって聞いたときに、基本的には、やっぱりパッと見怪しい人って言ってました。 あの違和感を感じたらん、なんかこの人おかしいなって違和感、やっぱり見た目の違和感って言ってましたね。うん、だから身なりがきれいだったり、ちゃんとしっかりしてると、ちゃんとあの目的に、なんていうか、こう、普通に歩いてる人にはあんまり食事しないらしいんですよ。なんだろう、うなんかね、 違和感つってましたね、うんまあ、これは15年前ぐらいの情報ですよ。広ロが友人に聞いた、しかもなんかもう、酔いの席でね、話した情報ですので、あんまり、あの、ちょっと真面目に捉えられてもちょっと困っちゃうんですけど、とにかく、見た目で違和感を感じたら、とにかく声をかけるみたいな感じで教わったとは言ってましたね。うん。とりあえず変な人、見た目。うん。なんかみ、だから、要は声かけられたら、なんか変な言動してたのかななんて、ちょっと、あの、思った方がいいかなと思うんですけど、ただ、まあ、いかんせん昔の話なんでね。うん。だから、もしかしたら、この人もさっき言った通り、よだれたらして目、目て、 向いいてウヒヒヒヒウヒヒヒとか一人言めちゃくちゃゃくながら右と左手に2台のスマホを持って携帯電話を持ってパパババ,バ,バ,バって打ち込んでた可能性もあるけどまあそれだったらもしかしたらねちょっと厳しいけどただあのこの書き方ではそういうことは書いてないんで普通に打ち込んでたんじゃねえかななんてヒロシはちょっと思うんですけどねどうなんでしょうかはいすいませんでそこでこっちにちょっとつながっていくんですようんあのこれね世相のプンチャンネルさんがやってたんでもうヒロシいいやと思ってやんなかったんですけどやりたかったんですよ実を言うとね世相のプンさんが先にやってたからね世相のプンさんが世相のプンさんがあすいません知らない方は大変申し訳 ございい、ません。はあのちょっとね、迷子でなく女児助けるのはリスクっていうね。 えっと、タイトルなんですよ。え、虐待問題との共通点。面倒事と避ける大人増えたっていうことで、なんか、道でね、泣いてる子供がいたけど、大人が全然助けなかったから、それを見かねた子供が助けたっていうニュースなんですよね。ちょっとこっちもね、少しちょっと読んでいきたいんですよ。これ、まあ、おまけなんですけど、うん。あの、泣く7歳、助けない大人、なんとかしないとっていうね、小学校5年生が保護したっていうニュースなんですよ。えぇ、ー、と思って、これ朝日、ね、朝日イシデジタルのね、記事がもう話題になりましたと。なんかあの、以上これ、あの、ニュースのリンクは貼っておきますから、概要欄からね、リンク飛びますから、もしよかったら自分の目で確認してみてください。で、 迷子になった女の子を小学校五年生の男の子が警察に連れて行ってあげたと、ね、えと思ったんですよ広島男の子が立派だっていうねいい話で終わるんじゃなくって記事が注目されてるのはこの事例が単なる美談ではなかったからということですね別にいいことだ素晴らしいことだなって終わんないんですよ、うん、で男の子が勇気ある行動を取った理由はこれなんだかっていうと通りかかる大人が何もしなかったので自分が何とかして自分が何とかしないといけないと思った とと言います何もしなかったらしいんですね周りがねえと思ってえ泣く子どもの横を大人たちが素通りした理由分かりませんが意外にも通りかかった大人の気持ちも分かるとの同意も目立ちますとい、えー、うことなんですねこれはねあのちょっと上記のねさっき広志が最初に読んだニュースにちょっとねだんだんこうリンクしていくと思うんですよ、うん、で助けないのが賢明って書いてありますねえー、と思うじゃんでネットにはこのような意見が見られますうん冤罪であっても女児誘拐のレッテルを貼られてしまえば人生が終わってしまうまあ冤罪っていうのは まあまあ、実際は間違ってた。ね、あのこいつが犯罪を犯したんだっていうのが間違ってたっていうことですね。これは冤罪。ああ、すみませんでした。あなた間違、あなた、犯人じゃなかったんですね。すみませんっていうね。あの、あの実際やってないのに犯人に仕上げられちゃったみたいなね。犯人になってしまったみたいな。そういうのは冤罪。ね、女児誘拐のレッテルを貼られてしまえば人生が終わると。ねえー、警察を呼ばれて、揉めているところを動画に撮られて、拡散されたらどうしよう本当だね。SNS とこに拡散されたらもう一生消えないし。 まあ世界中飛び回っちゃいますからねその映像はね、うん、で最近は大人の男性だけではなく女性でも子供に声をかけると警察にいろいろ聞かれるあもうねこれは仕方ない警察ってねもう根掘り葉掘り聞くのが仕事ですからあの人たちはね、うん、えもはや泣いてる子供を見かけても事なかれ主義を貫くことが常識となっているのでしょうかあのねもうさっきのニュース見たらわかるよねスマホいじってるだけで通報されるわけですから、うんまあ、これはね仕方ない部分もあるかなって広瀬は思っちゃうんですよ本当にうん でえー、元警察官僚で子供の虐待ゼロを目指している NPO 法人シンクキッズの代表理事を務める後藤弁護士に聞きました、ね。弁護士さんに聞いた。えー、子供を見つけたときどうすればいいでしょうか、ね、大人たちはどうして尻込むんでしょうかっていうことで、まあ、そんなの分かりますよね。すぐ通報されちゃうからでしょ。うん、なんとなく分かりますよ、広瀬さ、うんあの。本当は助けたいんですよ。助けたいけど。 周りがね、どういう行動してくるかっていうのをすごい気にすると思いますよ、ヒロだって、今、職もないし、せっかく手に入れた職とか、職業とか、なんかそういうものを失いたくないじゃないですか。しかも、善意でやったことに対して、こいつ悪人だなんて言われたら、ともう言われたら、報われないよね。うん、えー。自分の利害ばかりを考え、自分とは関係のないことでは、面倒なことには関わりたくないと考える。そんな大人が増えたということだと思います。これは違うと思います、広ロうん。利害ばかりを考え、自分とは関係のないことは、面倒なことにはかわりたくないと考えるんじゃなくて、自分に実際に、 は来ちゃうからだと思いますよ。さっきひろしはニュース、ね、読んだじゃないですか。こうやってスマホをポチポチいじってるだけで通報されちゃうんだからだったら何もしない方がいいじゃんっていうことだと思うんです。何も助けなかった人たちが悪いわけじゃないと思いますひろしは。うん、で児童虐待がこれほどひどくなった現在でも大人の怒鳴り声や子どもの泣き声を聞いても虐待の疑いありとして通報する人はごく一部です。あのね、これも。 問題なんですよ。あの、通報しちゃったら警察にね、掘り掘り聞かれて、なんだ、結局間違えたじゃん。あんた何やってんのとか言って逆に罪にされちゃったりする可能性もあるかもしれないじゃん。それがね、怖いんですよ。本当に。あの、すっ っこいね広も警察とかでね、参考人じゃないけども、ほら、喧嘩見てね、通報して、じゃあちょっとあなた見た人だからってねあの、連れていかれるじゃないですか。何時間もやられるんだから、本当になんか自分が犯人されたような感じですごい嫌だったよ。うん、さっきと言ってたこと違うよねとか言われて、くそーとか思って、もうね、なんかもう、もう早く帰りてーって思ったことありました。はい、すみません。ちょっとね、あのずれちゃいますね。はい。で、ここで優先されてるのは、虐待から子供を救うという考えではなく、面倒なことに関わり合いになりたくないという、えー、意識だと思います。うん。 でもね、もうさっきのニュース見ると限りね、もうこれ仕方ねえよなって思っちゃうよな。うん。で、迷子で泣いてる子供を見て無視するのもこれと同じだと思います。えー、その他考えられる理由としては、えー、家族、勤務先など最小限の範囲でしか付き合いがなくなり、見知らぬ人とは、 え、それが困ってる子供あっても、どう対応していいか分かんないという人が増えているのかなという気がします。これもちょっと違ううんよね、みんな自己防衛のためだと思いますよ、ヒロえ、その上で迷子を見つけたとき、大人はどうすればいいのでしょうかと。うん。え、せめて110番でするか、近くにお店があれば、え、そのお店の人に頼むぐらいのことはしてほしいですね。え、助けてしまうことをリスクと捉える人がいるようです。え、困ってる子供を助けることにリスクがあるという考え方は理解できません。そんな風に考える人が少なからずいるとすれば、え、現在の日本社会が歪んでいるのでしょうね、と考えてね、書いてありますね。 通りだと思いますね、筆者ね。うん。 で、後藤弁護士、これ書いてあるんですよ。これ面白くて。誘拐犯と疑われるなんて基本的に考えられませんってね。書いてあるの。性善説ですよね。え、彼らが心配するのは子供の話を聞いて家に連れて帰ってあげる途中で、え保護者、保護者から通報を受けた警察にあって、ね、誘拐犯とねえ、疑われるということでしょうが。ですが、基本的にそんなことは考えられませんって言ってますね、この弁護士は。でも本当かなって思っちゃうよね。この上のニュース見る限り。本当にこれスマホをいじってるだけで通報されちゃうんだよ。大丈夫かなってちょっと広瀬思っちゃうんですけど、だからそこら辺がね、このニュース をね、ちょっと読んでて違和感を感じた部分なんですよ広ロは。うん。で、事実をそのまま話せば感謝されこそそれトラブルになることは通常はありません、ね。なるほど。ね。まあ、そうかもしんないけどね。うん、えー。よほど常識のない保護者でない場合にはトラブルになるかもしれませんが、えー、そんなことあるかも、えー、そんなことがあるかもしれない。そんなことに巻き込まるのは嫌だと思って困っている子どもを助けないことを正当化することなどできないと考えます。まあ、それはそうなんですよ。それはそうなんだけど、なんか助けて感謝されるとかじゃなくて、むしろ犯罪者にされちゃうっていうのは本当に怖いな。あの、 普通に考えて怖いいと思いますこの人は絶対大丈夫。な弁護士だから、なんかいろんなやり方分かってるけど、何の知識もないヒロシたちが普通に子供助けて、なんか例えばパジャパチャ取らえて、あいつは犯罪者だとかね、なんかあいつは誘拐犯だってやられちゃう恐怖っていうのは、普通のやっぱ弁護士さんとかそういうのは分かんないんじゃないかなってちょっと思っちゃいますけどね。うん ね、それでも、どうしても心配だという人は、まず110番して、状況を説明して、今子供を家まで送っているが、一緒に来てもらえないだろうかと伝えればいいと思います。あ、これはいいですね。うん、あの、こういうことはいいと思います。はい、あの、ちゃんと承認をね、作ってね。だ、ここまでしなきゃいけないのか、でね、なんかちょっと思っちゃうよね。うん。行動に移す前に通報する方が良いのではないでしょうかって書いてあります、えー。心配な人はそうしたらいいと思いますが、えー、こんなことまで警察に頼らなければならないというのは、えー、地域社会のあり方としてどうかと思いますね、ということで。まあ、まだいっぱいニュースは続くんですけど、 まあこういうことが書いてあったんですよ。で、広瀬はこれを見てやろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、あの、要は、声をかけない大人ってどうなの頭おかしいんじゃないのみたいなニュースだったんですよ、これって。だからちょっとな、いや、そんなことないぞと思ってたら、 このニュースが来たんですよ。うん。このね、あの、えー、男はスマホを持っていただけで通報されちゃったっていうニュースが来たんで、これなんだよ。みんなが怖がってんのは。ヒロもちょっと怖いと思う。あの子供が一人で泣いてて、大丈夫僕いくついや、ちょっと一緒に交番行こうかなんていろいろ話してたら、遠くでね、バシャバシャ撮られて、なんかね、ビデオとか撮られて、あなた何やってるんですかあ、なんか子供が泣いてたんで、ちょっといろいろお話聞いて、交番に連れていこうかな。本当ですかあなた一体誰ですか氏名、年齢はとかなんかいろいろ聞かれて、はってなるのすごい嫌じゃないですか。 もしかしたらなんかそれでなんか、ね、そ,れがその動画が拡散されちゃって、ねなんかあのー、ほら有名になっちゃって、あのー、例えばちゃんと企業に勤めてたり、ね、会社勤めしてる人がさ「これ君だよね」とか言われて。 せっかく手に入れた職とかなくなっちゃう可能性だっ,たってあるわけじゃん。今の世話があってほんと世知がないんですよ。なんかね、そんな気がする。まあもちろん全てが全てそうとは思わないよ。うん、ただ、このニュースをヒロシがやらなかったのはこの下のニュースね。うん、なんかちょっと、助けない大人なんてもうありえないわってこの弁護士は言ってるんだけど、ちょっとヒロシはね、それもちょっと違うんじゃねえかなと思ってね、やんなかったんだけど、まあ今回のニュース見るとね、うーんってちょっと思っちゃったんだよね。はい。だか,、まあ、だからといって、その子供を助けないことはいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱりね、なんかね、 あのちょっと残念な、もちろん残念な気持ちは広ロはするよ。うん、あのちゃんと助けた方がいい。ちゃんとしっかりやった方がいいんだけど、このスマホ持ってただけでね、なんかまあめちゃくちゃ怪しかったんだろうけど、この人がね、うん、なんか通報されちゃうっていうのもなんかちょっとな、おかしいなと思うんで、なんかそのすぐに手助けできるようなね、もう本当に感謝されるようなシステムみたいなのね、作ってあげた方がいいなと思いますね。もうスマホいじってるだけで100突なんかされちゃう世の中ですから、本当に皆さんね、 あの、ちょっと自己防衛というかね、あの、そこら辺を気をつけてね、あの、ちょっと、あの、日々を生きていった方がいいかななんてね、ちょっと広は思ったんですが。すみません、ちょっとぐだぐだになっちゃったけど、まあ、とにかく気をつけましょうということですね。うん、では、子供は助けよう、うん。助けよう。ただ、あの、その、自己防衛もしながら助けるっていうのがちょっと納得できないんだけどね、もう訴えられないようにするとかね、その、誘拐犯と間違われないように、なんとか子供を助けるみたいな、もうそんなわけのわかんない世の中になってしまったので、うん、あの、本当にですね、あの、ちょっとまあ、まあ、田舎は別かもしれないけどね、まあ、都会とかに限ってはそうかもしれないんで、 あの皆さんはね、ぜひちょっとあの気を使って、はい、頑張っていただければと思います。はい。ということで今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。すいません。なんかグダグダになってしまいました。はい。で、あのー、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と,、えーとあの、チャンネル登録とかね、していただけると、またこういうあのニュースをやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。であと、コメントね。あの、みんながこれに関してね、コメントどう思ってるかぜひ書いてください。あの、ちょっとね、炎上するのもね、怖いんですけど、ぜひ、あの、皆さんの意見、ヒロシ見ながら、あの、結構、 こうニュースを参考にさせていただいてますので是非、えー、いろんな意見を書き込んでください。はいということで今日はこおらいにしておきます。ありがとうございました。では失礼いたします。